まあね、自分も現役やってた頃は44で引退したので、はい、その頃はもう高齢選手みたいなあれだったけど、はいはい、今はねもっと高齢のやっぱ選手いるので、そうですね、いやでもお互いいい体してますね。そうですね、そうですね。赤コーナーの龍一はデビュー戦なんですが、あ、いい顔してますね、気合入ってますよ龍一も。いやさあこれはどういった身長差は結構、骨格の差は結構ありそうですね。龍ヶ崎選手は少し小さく見えますね。そうですね、ごついですけど骨格的にはちょっとちっちゃく見えますね、うん、しかし蹴りもジャブも入ってますね、龍ヶ崎選手。おお、まあ、お互い積極的にいってますね。そうですね、うん、ただ龍ヶ崎選手ちょっとガードが低いのが気になる。ああ、龍一選手もガード低い気がしますね。そうですね、そうですね、まあどうしてもデビュー戦とまだ一戦の選手っていうのは、はい、ね、ガードおーっと、もらってしまった龍ヶ崎選手、ちょっともらい方が危ないですね。おー、でもミドルいいですね、はい、下がっていく龍一、こっち見よく攻めてるって。おっといいです、ね、左が入りましたね、龍ヶ崎選手。龍ヶ崎選手の方がそうですね、蹴りとパンチをうまく使い分けてるイメージはありますかね。そうですね、はい、ただこれこの試合もちょっと KO 決着になりそうじゃないですか。はいはい、そうですね、この感じ。おっと、ダウン取った、左ボディから右ストレート、龍ヶ崎まさかすごい、いや今のはいいコンビネーション、はい、いや素晴らしい。ちょっとあれはもらうね、龍一。いやあれはもらいますよ、ね、ああキック、危ない危ない危ない、おっと、あ、ちょっともう、で、フリー、いやー、 KO 勝利、勝ちましたね。52歳龍ヶ崎雅人、見事な KO 勝利、見事な KO 勝利。今解説席に向かってポージングしましたね、マスキュラーポーズを取ってくれました。おいやーすごい、いやー素晴らしい、素晴らしい試合を見せてくれました。